お疲れ様でございます。え今回ね、またたまたま YouTube ですごい動画を見つけてしまいましたえ。タイトル、衝撃の1年、トレーナーになりたい、ダイエットヘアメイクで大変身するというタイトルの動画で、松川流道バサリヘアチって書いてますね。ちょっと有名なチャンネルみたいなんですけども、私初めて見ました。えこの動画の中で、この左側のね、女性なんですけども、この方ね、 ちょっと笑顔がチャーミングで明るい感じの女性ですよね。この方が100キロ以上の体重を持っていたというふうに思えてますけども、この方がね、M サイズの女子になったということで、もう体つきもそうですけども、顔も全然違いますよね。でも確かに同じ人なんだって思えるような2枚の絵だと思います。で、これをドキュメンタリー的に、えー、40分で どんなことをしてここまでなったのかってことを動画一本にまとめてくださってるんですよね。いや、これ私すごいなと思いました、うん。最初はね、ダイエットのために、その筋トレをするんですよね。で、筋トレをして、もちろん食事療法もしてるんでしょうけども、えー、オンライントレーニングで11ヶ月ってことでね、ちょっとイケメンの、えー、ボバ。 あっていう方が励ましてくださって、で、食事のこともね、いろいろとチェックしてくれて、多分すごく苦しかったと思うんですよ。食事制限にしてもね、筋トレにしても。でも明るさでなんとか乗り越えて、みるみる痩せるところが途中で分かってですね、もう本当、つやつやして、いや、本当なんか、やればできるんだなってことをね、感じますね。で、終始ね、女性の方が笑顔なんですよ。これがすごくいいかなと。 もともとこうねあの太っちゃったことに対してそんなに、えー、落ち込んでないっていうかねふてくされてないような状態だなと思ったんですけども持ち前の明るさがこの体型をまとうともう本当になんかモテモテ女子の出来上がりなんじゃないかなというふうに思いますねでヘアスタイルもスタイリストさんに、えー、こうねカットしてもらってものすごく似合いますしねでファッションもこの白を基調とした何て言うんですかカットソーとでも言うんですかね まあこういうの着てますけども素敵ですよねちょっとチラッと見えてるんですけどもネックレスみたいなのもあってトータルですごく似合ってるかなとで歯並びが綺麗なんですよねうんまあ私がベラベラしゃってもしょうがないんで動画概要欄からあこういったね、えー、誰かの努力の後を見てちょっと自分も頑張ろうかなっていう風に励まされていただければ幸いでございます私もねなんかますますやる気になりましたありがとうございますじゃあお疲れ様です